俺正直詐欺みたいなの引っかかっとるよ。ファクタリングって視聴者の人知らんかもしれんけど、でその請求書でお金を借りるんだよね、はい、金利が何パー？まずバーベン1ヶ月で、会社に突然電話があって君に金貸しとると法律に乗っ取ってますと、じゃあお前ふざけんじゃねえよって言ってる、使える使えんから、いや、まあ、問題起きとるし起こしとるよね、あれ、まあ、来とるですよね、いくらもらってないですか？8万ですね。何が今日出しとくわ、8万。電話に出ないんですよ、まず違いみたいに電話し続けて精神的にいかれさせたろうと。何で来たか分かる？使うんかこれって。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やりましたね。はいはいはい、これ、わかる？はい。まあね、俺はね、何って別に〇を責めるつもりはないんですけど、はいはい、まあこれちょっと書類をね、見せれんのですけど、はいはい、ちょっと説明、俺からしようか。まあ、動画にしてもいいかな？あんまり。あのね、何ってね、いやまあ、あんまりねえと思うんだわ。これよくあるんだわ。うちもやっとるでしょ。ファクタリング？はい。ファクタリングって視聴者の人知らんかもしれんけど、君が毎月うちに請求書をあげる。ね。まあ誰でもね、職員さんが。はい、まあ元受けんね、うちもそうだよね。ゼネコンとかに。はい、まあ請求書をあげる。で、その請求書でお金を借りるんだよね。はい。で、まあ来月詰めるね、みたいなやつだよね。はい、だけど、は、まあこれね、俺正直詐欺みたいなの引っかかっとるよ。金利が何パー？20%ですね。20%だよ、1ヶ月で。年240%だよ。で、俺これよく書類見たら、債権をもう売ってんだわ。さらに。が借りたやつから請求されてんじゃないでしょ。だけどこんな絵に描いても重要、社名2つ作っとるだけだって別に。で、そこにもうそれを売りましたと。何返済が遅れたんでしょこれ、で、まあ、視聴者の皆さんはこれちょっと言いづらいと思うけど、会社に突然電話があってお金だと、君に金貸しとるとね、そのそこから取れよと、俺も話したんだ。ならファクタリングって言って、これは法律にのっとってますと、じゃあお前ふざけんじゃねえよって言って、でいくらかね、に聞いたら 20%、 1ヶ月翌月で仮に100万借りたら、もう借りた時点で80万しかもらえるのでしょ、こいつらが、俺分からんけど法律のことは、こいつらがまた取り立てきたら、多分捕まるんだわ。じゃないんだわ。これを、もうあれでしょ ?1 ヶ月経って払わんかった。まあ払わん人間悪いよ、もちろん。だけど、それを、もうすぐ誰かが買い取りましたと。この債権をね。だから違う回収業者から来てるわけよ。そいつらは違法じゃないわけね。で、これ、うちの会社も、ちなみにファクタリングってやってんだよ。言ったよね。何パーセントか知っとる ?3% とか 5% とかだよ。ちなみにうちの職人さんも知らんとおるかもしれないけど、塗り替え同士ファクタリングってやってますんで、事務所に聞いてくれたらあれだけど、それ職人さんのためにね。俺は何も別に 5% 抜くわけじゃないよ。紹介料も何もらわんよ。だけど、三社間ファクタリングって言って、うちとも契約しようから、うちは焦げ付けのだろ。その人からの、もううちから払うのかな、ちょっと払い方わからんけど、例えば、君がまあ、そのファクタリング、うちの会社提携してるとこから借りたら、うちの請求書からも引いて払うんだわ。一回渡さないんだわ。でもこれ二社間ファクタリングでしょ、で、今これ違法じゃない。で、これは俺ファクタリングの業者に聞いたら、ちょっとこの動画の後にこれ多分続きで俺取りに行くんだけど、東京も。わざわざこの話で。で、それちょっと詳しく話聞くんだけど、俺弁護士にも聞いた。違法じゃない。だけど、法廷で一回これ、2年か3年前にもうメス入れますと、ちょっとファクタリングがひどすぎると、今法律が整備されてないわけ、だからもう騙されちゃったと、まあ騙されておいたからね、借りたやつで返さなかったね、で返したんでしょ、半分返した、ほんでもう半分は今回しょこんとしょんだ。そうです。そんなね、
いきなり会社電話してもヤクザみたいなやつだったよ。あの言い合い動画撮っときゃよかったわ本当。てめえバカ野郎とか言って本当なんだよ。じゃあ俺も言ったけどなんだお前らって知らんがなって言ってはい、いい天気でね、うん、ちょっと俺も映らせてよ画面が好きだからみんな見てる怒られると思った今日来て、うん、元気ないじゃんでもちょっと風邪気味風邪気味、うん、なんで心が病んどるいやそれ腹医者あんでしょ腹医者あんでしょ、はい、まあ腹医者がないって言うんだったらもううちも使えんよそれ、はい、借りたからの会社さんようなやつだったらあかんけど、はい、返す意思があるんでしょ、はいああそれはいいじゃん。ああよくわからんねファクタリング。難しいね。だから本社の皆さんね、あのそういうもう今流行ってるらしいから違法のファクタリングがね、うん、違法じゃないか。それはちょっとあの語弊がある。だから社名も出したらあかんけど、闇金とかでさ、ポイチとか言うじゃん。うん、その世界だよ。で月2割だよ。うん、ああこれだよもう。騙されたの払うしかないよね、はい、もう騙されようがないしょうが法律にのっとっとんなんだあいつらも法律 の, あの抜け穴、はい、うんこれだってほんとメス入れてほしいよねこれねまあこれ続き東京で取ってくるわはいあねうんまあじゃあこれは回りましょうはいねはいさよならいい映してなかったですよね。あ、まあ、まあ、使えんから。いや、まあ、問題起きとるし、起こしとるよね、あれ。まあ、あ来とるですよね。いくらもらってないですか ?8 万ですね。何が今日出しとくわ、8万。やはり、よそでファクタリングなんかもやってやらかしとるんですよ。ファクタリングやっとるんですよ。ファクタリングって知ってます？知らないです。あ、ちょっと俺だけ映して、こっち映らないかな。まあもうモザイクかけるで後ろから映してくれたら知ってますファクタリングって聞いたことあります、うん、例えばうちの仕事をしとって、はい、うちの仕事で例えば請求書を起こすとしてるんですか、はい、その請求書でお金を借りるんですよ請求書でお金を借りれるんですよあ結構取られるんですよ1回 15% ぐらい要は請求書が担保になる担保になってお金を借りるんですよ、はい、でそれ2社間ファクタリングと3社間ってあってうちもサインしとるファクタリングというのは結構安くうちが提携しておいて 5% とかで別にうち儲けとかないですよ、はい、でうちの職人さんの、まあ、フォローのためにあで 5% ぐらいやったらいいじゃないですか、はい、いいっすよ8万あのなんか請求書が何かあります ?X に対する請求書あもう向こうに渡しちゃって X さんに渡しちゃってるんで今電話しようかじゃ あ持ってくるようにですいや俺電話して本人がもう認めたらもうここで払いますよ知らないから引くもんで、はいまあ、それしょうがないよねあ、本当、何回言ってるかねいや、電話に出ないんですよ、まずどんだけ鳴らしてもで、正月明けに自宅に行った時に出て家から出てきたもんで、はい、その時に最初僕なんかちょっと調子悪そうな感じだったじゃないですか、うん、もしかしたらワンちゃん一人なもんで倒れとる可能性もあるんかなって仕事してるしああ、と思ってちょっと心配して行ったんですけどしたら出てきてこれでちょっとちょっと電話するわ彼はいや、いい大丈夫で、次の週に払うもんでって言われてあ、一回会った時にそうです、そうです、で、じゃあ電話も、ね、電話も電信何やっとるんですかって言ったら旅行行っとった言われて旅行行っとったって何を言っとんだろうとか思いますもうちょっと金ぐらい払えるってねそうですね電話も出れるし どこでうちの仕事やったんですかうちの仕事やっとるだろ今は分かんないですなんか入ってないとか言ってたような気がしますけどいつ締めのやつ締めいつ払いになってたんですかそんな前どうしちょどうしあ、はい。ああ、いいよ。感じで今、うちの仕事やっとるだろ。今はやってますね。ああ、いいよ、いいよ。いや、今、かかってきた。ああ、終わりました。うん、またちょっと後で電話するかも。ああ、切れたな、切れた、ああ、切れたでいいわ。何塗り替えの仕事しとる。なんかお金もらってないです。多分、ほとんどは職人さんが。今の仕事知ってます？え
現場で会ったことある、ちょっとひょろっとした。いや、なんか、いや、それ多分会社に電話してきたんですかね。あ、俺それ知らないけど、会社に電話してきたんですか、はい、あ、本当何も俺聞いてないね。うん、いや、それ、僕に言ったんですよ、電話してあってくださいって言って、で、あの、電話しときますって、電話しました、連絡しましたって言っとったんですけどね。あ、いや、俺今、かかってきてるんで喋るわ。あ、わかりました。うん、よろしく。あ、もしもし、はい、おはようございます。ちょっとまずいことになってるよ。まずいと、会社今会社来てる。はい、はい、もうね、お金払ってくれって言って俺もう手金なって殴られちゃったよ。裁判沙汰だろ。あ、すいません。どうしよう、8万円って言ってるんだけど払っていいんかな、こっちで。あ、いいです、はい。いい、はい。で、大丈夫、何があったんですか、何で払ってない、なんか揉めとる。揉めてはないですけど、一応月末に払うとは言ってたんですけど。ああ、今月の、あ、だから単純に別に仕事で揉めて払ってないとかそういうわけではないってこと、ね、はいはいはい、だからもうこっちで渡したやろ。はい、わかりました。うん、申し訳ない、また連絡するわ。はい、はい、まあまあ、そう、まあ、みんな出て嘘つけてよ、これを電話するようにね、僕まだ電話して電話に出て事情があって、その事情を説明されて、うん、ああ、そういう事情ですか、うん、って言ったら、うん、まだ100分ずつって待ってもいいんですよ、うん、だけど11月末でしょ、で12月には払うってやつでしょ、まあ、どれぐらいのスパンでやってほしいの、1ヶ月。まあ僕も結構だらしないんで、うん、あの請求書はちょっと遅かったんですけど、うん、でもまあ会社とかこういう当時みたいにちゃんとした会社だったら指名、うん、整備所の締めとかあると思うんで、うん、ああ遅かったので来月だよって言われるのまあ知らないと思うんですけど、うん、個人ウェイとか、うん、確かにそうだよね、ここは分かってるしね。そうですよ、僕もちょこちょこそういうことがあるのを知っとって今まで払ってきとるんで、それで、うんうん、ずっともう違いみたいに電話鳴らし続けてもういいやと思って精神的に行かれさせたろうと思ってあ、うわーずーっとかけとったけど一切電話でなくて、でかけとる最中に唯一入ってきたのが、なんかいろいろ事情があって悪いけど今月の末ですかに払うわ、払うんで、うん、待っておいてくださいみたいなのが入ってきたんですけど、うん、であれ信用できるわけないじゃん、彼氏が、うん、電話にも出んやつの、うん、話を LINE で入ってきて何を信用するのって話なんで、そうだね、一応仕事やってるかどうかも分からんしね、今もっともやってるかどうかもね、動いたらね、まあ、どっかで来られるかなと思って、まあまあ、あれですけど、でもどっちみちもうこんなもん飛ぶやつの方がいいじゃないですか、完全に、うんうん、もうそれはね、しかどくっぽいで、ずっと失う顔して、うん、いや、そうそうとしとるんだろうなとして、僕は思ってんかったので、うん、いや、本当はまあ、これは不釈ですよ、うん、あの、まあね、顔も潰すね、顔も潰すし、この道場の中の信用も、まあ、なくなってるじゃないですか。なんでルール今みんなどうするんでしょうか。ああ、ね、じゃあ絶対もみんなかっこつけるでしょ、ほんと。まあそうですね、かっこつけるっていうか、あ、シャンマンもしらせるでしょ、なんか生きるじゃん、出しちゃるわとかさ、一緒に飲みに行ったことはないもんね。いや、ないんだ、はい、で俺もその知り合いの店とか行くと、なんか〇〇がなんかこの社長来た時に出しといてとか、焼酎一本置いてあったり、ああ、そんなのすんなって言って金ねえやつがって言うんだけど、これ持っとると思ったんだと思うじゃん。言い方悪いけど、まあ、ちょっと出しとくよ、練習だけ書いてあってくれるんですか。ああ、で俺そああ、それのことかないですか。いや、いいよ、手書きでもいいよ、ああ、それ店や、はい、まあ、支払いから引くもんね、俺、はい、なんかそれ払ってないと思われてもらって、ああ、うん、話が発展してきましたよ、視聴者の皆さん。何あれ、始まりから前、被告は期日に原告が除意を受けた買掛契約債権を使い込み、でこれグルグルなので払い方がこの前の実績に一つ渡します。ちょうど毎日受けてほしいでしょ。で、そのリアルマンがたるでしょ。あ、いけない。なんで連帯書ってあどの物件で、そう、いや根拠がある、ね、で実際俺が出てきた1人か2人がしかただこれもう責任を負えんってなってきとるもんで、じゃあそのエビデンス出せよってなるでしょ。そこなかなか俺全部出しとったら、それみんな言い出すよ。で、みんな言うもん、実際これに給料もらう。